そしてまあ残念ポイントとしてはメーターですね。この辺はまあ球体依然とした先代から ほぼ変わってない。 R に入れるとなんとスバル初360度カメラ採用。これは拍手ですね。はい、どうも車カルチャーワンソクチームです。今回は納車されました私の新型クロストレックリミテッド AWD ということで、今回は納車された直後の内外装インプレッションをお届けしたいと思います。撮影に協力していただいているのは私も購入した東京スバル高島平店さんですね。こちらでワンソクチューブを見たというと何かいいことがあるかもしれませんし、ないかもしれません。で、私が購入したのは新型クロストレック。今まではね XV と言っていた車種が名前が変わってクロストレックになりましたが、2リッター E ボクサーの AWD で、車両本体価格が328万9000円となっていますが、込み込みではいくらになったのかと、オプション何をつけたのかとかブログでまとめていますので、そちらはね下の概要欄トップコメント固定でリンク貼っておきますので見ていただければと思います。それではね、新型クロストレックリミテッド上位グレードですね、エクステリアから見ていきたいと思いますけれども、いや白のクロストレックなかなかかっこいいでしょう。私白買うの珍しいと思いますが、なんで白買ったかっていうと試乗会で見て白がかっこよかったからですね。こういう無塗装のゴツゴツとしたパーツがついているというのがクロストレックの特徴となっていますが、それがこの白のボディに入ってかっこいいかなと思って白を選択しました。そしてヘッドライトの方を寄っていきますが、この字型に光っていますけれども、これはデイライトの機能はなさそう。もしかしたらこれポジションランプかもしれませんね。そしてこちらアクセサリーライナーというね、スバルではおなじみになってますけれども、縦型に光る LED のやつ、これはディーラーオプションですね。これはベースキットというのをつけたので、この縦型に光るアクセサリーライナーついています。そして LED フォグランプになっているという感じですね。そしてフロントのウインカーはこんな感じに光ります。上位グレードのみフロントウインカーは LED になっています。そしてグリル周りのところですけれども、リミテッドという上位グレードだとここのラインがシルバー塗装になります。これがツーリングという、そのベースグレードになると黒になるんですけれども、黒は黒でね一体感あって良かったんですよね。だから結構今回はツーリング選ぶのも結構ありかもと思いました。そしてここね、ヘッドライトウォッシャーがついていると。でこの辺とかはこういう脂肪がついていて、こうゴツゴツとしたちょっとラギッドな感じになっていますね。この辺とかも無塗装になっています。でグリルもこういうハニカムメッシュの形状になっているという新型クロストレックですが、どうでしょうか。いやなかなかかっこいいですよね。で今回インプレッサもデビューしましたけれども、個人的にはクロストレックの方がかっこいいかなと思って、先に出てますからね、クロストレックを買いました。新型クロストレックのボディサイズは全長4480、全幅1800、全高1575はルーフがシャークフィンがついているサイズとなっていて、私のやつにはシャークフィンアンテナもついていますので、そしてルーフレールもついていますので、前後は1575になっていると思います。まあ、それでもね全長が 4.5 メーター以下と、で全幅も1800に収まっているっていうのはねありがたいですね。ただし前後が1550を超えてしまっているので、マンションの立体パレットの中段とかの 1.55 の高さのパレットに入らないのでご注意ください。それでは、ね、サイドの方を寄って行きましょう。このねフェンダーアーチモールがねめちゃくちゃごっつい感じでかっこいいんですよね。でこういう風にエアアウトレットついてますが、これねダミーじゃなくてちゃんとホイールハウスからエアを抜く効果があります。そしてこちらの、リミテッドには18インチのタイヤのアルミホイールついています。でファルケンの、225-155R18 というタイヤのサイズになっても18インチのものがついているという形ですね。その結構ツーリングのグレーのホイールも結構かっこよかったんで、個人的にはねあの17インチでもいいかなと思ったんですけど、リミテッドにはこの切削とブラックの塗装のホイールが標準装備となっています。そしてミラーがですねこれダークメタリック塗装になっていると、これもグリルのところのラインと色が合わせてあるという感じですね。そしてルーフレールもダークメタリックになっていて、 B ピラーは無塗装素地となっています。まあクロストレックのキャラクター考えたらこれでもいいかなと。そしてこちらは2リッターの E ボクサー、まあマイルドハイブリッドですねになっているので E ボクサーのロゴがついているという感じになっています。そしてリアの方を回っていきますが、はい、リアビューはこんな感じですね。で今回ナンバーと打ち替えていただきました。これはねディーラーオプションというかディーラーさんでお願いしてナンバーと打ち替えていただきましたが、標準状態だとこれナンバーとも豆球ですのでご注意ください。でリアもねフロント同様にこの字の形のリアコンビネーションランプになっていて、
ウィンカーはね、リアウィンカー、フロントウィンカーともに豆球なんで、ここもね、ちょっと打ち替え検討しています。でここ今光ってますが、これバックフォグですね。でマフラーは完全に隠されるデザインになっていて、デパーチャーアングル、邪魔しない角度にカットされていると。で、バンパー下部のところはディフューザー形状になっています。はい、こんな感じのリアビューですが、結構ねアクティブな感じのコンパクトなサイズになっているので、かっこいいですよね。軽快感があります。続いて内装を見ていきましょう。鍵穴は見えるタイプとなっています。ドアを開けるとこんな感じですね。で今回レザーシートのオプションつけましたので、ここにステッチが入るようになりました。これつけないとここにステッチが入らないんですね。で非常機はソフトパッドとなっていますが、この辺はカチカチと。これ先代の XV だとここソフトパッドだったのになと思うところ、この辺もカチカチですね。で窓は4枚はオートではなく、後ろは、ワンタッチに対応していません。運転席、助手席側だけワンタッチオープンになっています。下はハードプラで、カーテシランプなどもついてないですね。でドリンクホルダーはこんな感じとなっています。で、シートのポジションメモリー2つまでついてますね。でインナードアハンドルもメッキ加色されていると。そしてヒンジも、プレス製となっています。そしてシートですけれども、レザーシート選択しましたので、オプションで付けましたのでレザーシートになっていると初めて見ますけれども、あ、こういうハニカム柄になっているんですね。まあ、ファブリックシートでも結構いいですけどね。で2色で、グレーとちょっと濃いグレーと塗り分けられています。そして運転席、10ウェイランバーサポート付きの、パワーシートになっていると。助手席も8ウェイのパワーシートになっていると。これはオプションですけれども、ベースグレードツーリングでもつけることができます。この辺はグッドですね。そして、こちらペダル類は金属のものになっていて、吊り下げ式になっています。それでは乗り込んでみましょう。ドア閉めた音はこんな感じ。はい、クロスレックリミテッドの運転席前傾はこんな感じですね。まあ、基本的に最近のスバルの 11.6 インチのナビ画面がついているのが特徴となっています。細かく見ていきましょう。はい、まずね、気になるところとしては、これが11インチの巨大な、縦型のナビモニターになっていると。まあ、この辺はレボーグとかアウトバックとかでもおなじみですけれども、クロストレックインプレッサにもこの巨大なナビモニターが導入されたと。で一応あのスバル発車の儀と言っているあのオートビークルホールド、まあ、ブレーキホールドですね、ここに一応ショートカットがつきました。まあ、でもですね、結局地図からホームボタンを押して、でオートビークルホールドを押して、また地図に戻らなきゃいけないという3アクション必要なのは変わってませんので、やっぱ物理スイッチで用意されてる、ないしはオートビークルホールドがメモリーされるとか、早くこれ対応してほしいとこですね。スバル発車の儀は健在という感じになっています。でまあ地図はまあこんな感じで大きく表示されます。で上の部分がね、今まであのXV とかでここの辺についていたマルチファンクションディスプレイというのがここに割り当てられて、まあ、ここに音楽の情報とかナビの情報とか、あとはこうアクセル回路とか平均燃費とか、あと X モード、ここで選択するんですね。なんで物理スイッチがなくなって、ここで X モードを選択するという感じみたいですね。まあいろいろここにカスタムして置いておくことができると。でハザードランプはここにあって、でここはなんか今チカチカしてますが、これドライバーモニタリングシステムで、もう居眠りしてたりとかですね、よそ見してたりすると怒られるという感じになっています。でエアコンのルーバーにもメッキ加色がしてあって、まあレボーグとかだとこの辺もねピアノブラックですけど、ここは無塗装素地となっています。この辺もカチカチですね。ここにスピーカーがついてますね。で、ボリュームノブとチューンの、ボタン、そしてデフロスターフロントとリアが、物理スイッチで用意されていると。でエアコンの温度もですね、ここで物理スイッチで変えることができると。まあ、この辺はいいですね。やっぱ全部この液晶の中に、集約してしまうとちょっと不便なところもありますからね。でシートヒーターのスイッチが、アウトバックとかだとここにあるんですが、ないと思いきや一応ここに、スイッチがついていると。ハイロー切り替え式となっています。3段階ではなく2段階ですけども、まああるだけいいという感じですね。まあ、ただこのスイッチの見た目の質感的にはこれも何世代も使い回してるものっぽいので、ここはちょっと若干やぼったい感じはしますね。はい、そして、この辺は、特にカチカチですね。ニーパッドもなしと。でここは置くだけ充電っぽいような見た目してますが、何でもないトレイですね。
で、USB の A と Type-C と、あとイヤホンジャックが付いているという感じになっています。そしてストレートタイプのシフトノブですけれども、D に入れてこっちに倒すとマニュアルモードになりますが、これはシーケンシャルではなく、このパドルのね、固定モードとなっています。で、ちなみに R に入れると、なんとスバル初360度カメラ採用と。これは拍手ですね。しかも、リア、モニターもついていると。これピッピー言ってたのは後ろで車が通過するのを警告してくれると。まあリアクロストラフィックアラートというものですね。で画面をいろいろ切り替えることができるという感じになっています。いや、これは大きすぎる進化ですね。まあ今頃かっていうところもありますけども、ようやく360度カメラがスバル車に初めてついたというのは朗報ですね。そして電動パーキングブレーキと、まあ、オートホールドは先ほども言いましたが、画面の中から選ぶタイプとなっています。で、これ今のね、360度ビューの起動スイッチとなっていますが、この切り替えもいちいち黒くなって回るというね、ちょっと、ライバルに比べるとこの辺の合成の精度としてはちょっとだいぶ遅れているかなと。他のメーカーとかグリグリ回せたりとかしますからね、まあ、でもないよりはだいぶ進化してるかなという感じ。そして、シートヒーターで、剥き出しのドリンクホルダーがあって、ここにアクセサリーソケットがあるんですね。で、ここにちょっとスマホとか置いておけるようなトレイがあって、で、非常勤もソフトパッドになっています。で、中を開けると、まあ、物が入れられるという感じですね。で、ちなみに鍵は、まあ、レボーグとかと同じようなタイプの鍵となっています。2個ちゃんとついてますね。トヨタみたいに1個しかくれないとか、そういうことはないです。ちなみに底面もこれカシャカシャなので、ちょっと物を入れると異音が発生する可能性がありますね。続いて助手席の方見ていきましょう。まあ、さすがにここはソフトパッド。ここもソフトパッド。あ、この辺にステッチとかついてたらいいのにな。先代の、ソフトパッド、一応ちょっとソフトっぽい素材ですね。 XV ではこことかね、ステッチ付きのソフトパッドでしたよね。で、ここカーボン柄になっていて、この辺はカチカチですけれども、ここグローブボックスになっていると。で、ここドラレコとかのあれですかね。はい。続いてステアリングですけれども、ステアリングはまあ先代とそんなに見栄えは変わっていないかなと。ここも保温パッドなんですね。うっかりここ押しちゃうとプッてなるんでね、気をつけないといけないですが。で、パドルも付いていると。まあ、リニアトロニックっていう CVT ですけれども、パドルでマニュアル感覚で操作することもできるという感じですね。で、こっちはオーディオ系の操作で、こっちはアイサイト系の操作となっています。で、これを押してセットで今走ってる速度からアダプティブクルーズコントロール始まります。そしてこれレーンキープとかをするしないというモードとなっていますが、それがここで選べると。で、車間距離とかも、これで変えられるという感じになっています。そして、こちらがエコシーっていうのがありますね。これ SI ドライブで、今までおなじみですけれども、スポーツとインテリジェントという形で、通常はインテリジェントにしていればいいですね。このエコシーがちょっとなんだかよく分かってないですが、これ納車されてからいろいろ試してみたいと思います。そしてステアリングヒーターがついてる。この辺はレボグにもないんでいいですね。そしてまあ残念ポイントとしてはメーターですね。この辺はまあ旧態依然とした、まあ、先代から ほぼ変わってないメーターになっていて、4.2 インチの中央にマルチインフォメーションディスプレイがついていますが、まあ情報量としてはまあ、やっぱフル液晶の方が全然多いですよね。で、一応、まあ、ここでいろいろ情報は切り替えることができますけども、まあ情報量が多いかと言われると、まあそんなに多くはないかなと。一度に表示しておける情報はそんなに多くないかなという感じですね。そして、ヘッドアップディスプレイはないですが、ここにインジケーターがついていて、ちょっとガラスにね、なんか車線逸脱しそうですよとか、いろいろそういう警告はしてくれます。そして、ここにスピーカーがついていて、この辺もカチカチと。で、ここはソフトパッドになっていると。で、エアコンの吹き出し口があって、カーボンの柄があって、イグニッションのスイッチ、この辺の周りはメッキ加色されています。で、メーターの照度を切り替えと ETC のユニットですね。で、ここに、LED アクセサリーライナーのオンオフスイッチがありますが、まあ、これオンにしておくと、まあ、LED アクセサリーライナーが点灯するという感じになっています。そしてオーバーヘッドですけれども、残念ながら、クリアサイトビューミラーみたいなやつはないと。デジタルインナーミラーの設定はないと。まあ、でも自動防減にはなっています。で、縁もね、そんなに大きくないんで、やぼったさはないですね。このジョイグレードだとね。そして、ルームランプですが、これね、標準だと豆球なんですが、私 LED でディーラーオプションで打ち替えてもらいました。まあ、この辺は最初から LED にしといてよというところですけどね。そして、
SOS コールと、こうメンテナンスコールみたいなのがあって、まあ一応緊急時にオペレーターにつながる、そういうコネクテッドにも対応しているという感じです。そして私、サンルーフつけましたので、まあこんな感じで、上を開けると、このようにサンルーフになると。今まで、XV とかあったのかな、サンルーフ。でもこれで、ちゃんと、インナースライドで開けることができますね。そしてさらに、チルトのスイッチもついているので、はい、このように換気をすることもできるという感じになってます。これは嬉しいポイントですね。そして、バニティミラーは、ここは豆球なんですね。はい。まあでも、照明がついてるだけいいですね。続いて後席見ていきましょう。後席ドアで施錠解除はできません。で、ドアを開けるとこんな感じですね。後席ドアは結構割り切ってます。この辺もカチカチと。色は塗り分けられてますが、ここはレザー本眼にしてもカチカチみたいですね。ここもカチカチ。非常機だけはソフトパッドになっています。で、窓はワンタッチオップには対応してませんが、まあ 100% 開くと。この辺は良いですね。そしてこの辺はカチカチと。で、なんかこれ、こういうのが見えちゃってるんですね。そして、カーティシランプなどはなしと。で、ドリンクホルダーがあるという感じになっています。ヒンジは、プレス製ですね。そして、シートですけれども、リクライニング機構はなさそうな感じ。これも、スバリストの人に怒られちゃうんですが、この辺に紐があったりとかするんですが、ちょっと XV ではなさそうということで、リクライニングはできなそうですね。それでは乗り込んでみましょう。あ、そうそうそう。ここにね、こう山の模様みたいなのがあって、で、ここに足をかけて、このルーフレールとかにアクセスしやすいような、こう、作りになっていると。この辺はさすがアウトドアに、長けているスバルのいいところですね。で、ドア閉めた音はこんな感じ。あ、意外といい音しますね。運転席173センチの私のドラポジに前席を合わせた状態で後席、膝前は拳2個分ぐらい、つま先の足入れ性は良し。ただしシートバックポケット運転席が付いてないですね。助手席側のみとなっています。上位グレードでも運転席側にはなしと。で、センターコンソール後端にはエアコンのアウトレットなどはなく、まあ、ただ USB のタイプ A とタイプ C があると。この辺は、ま、気が利いてますよね。アームレストは後席にも備わっていると。で、ドリンクはここに置けるようになっています。まあ、小さいながら三角窓もついていて、サンルーフもあるんでね、開放感はありますね。そしてここも打ち替えてもらいましたので LED になってますが、通常だとここも豆球ということです。続いてラゲッジ見ていきましょう。あ、パワーテールゲートではないですね。ここは手動となっています。ただし、トノカバーは標準でついていると。まあ、これはこう巻き上げることができます。そして、ラゲッジスペースはこんな感じで、まあ、結構、広いとは言えないかな。まあ、クラスを、C セグメントのね、クラスを考えたら、まあ、こんなもんかなというところです。ちなみに、ラゲッジランプも打ち替えてもらったので、LED になってますが、標準だと豆球となっています。で、ラゲッジアンダーは、はい、あ、こんな感じで、まあ、ホイールロックナットと、これなんだろうな。また、パンク修理キットですね。そして、まあ、この下は、特に何も置けないと。e ボクサーのバッテリーになっているという感じで、ラゲッジアンダーは特にあんまり物は置けませんけども、まあまあこんなもんかなという感じです。そして頑張って手を伸ばせば、まあクロストレックぐらいの C セグメントであれば、ラゲッジ側からこう、後部席を倒すことができます。そして後部座席を倒すと、まあ、完全にフラットですね。斜面にもなってないと。まあさすがはこの辺スバルという感じで使い勝手。寝られてますね。まあ細かいところですけど、こういうところもちょっと遊び心がある山のマークが入ってると。ちなみにインプレッサでもこれ共有なんで入っちゃってますけどね。で、ここにこういうダウンライト、 LED のダウンライト、こういうのも用意されていると。この辺は、まあ、作業したりとかするにはいいですね。これはアイデアもの。はい、といった感じでスバルの新型クロストレックリミテッド、こちらの納車直後の内外装レポートをお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、これからもね、納車されたんで内外装、さらに公園とかでね、いつもみたいに詳しく、撮っていきたいと思いますので、ご期待いただければと思います。さらに価格帯もほぼほぼ一緒なプリウスとね、同じ C セグメントのハッチバックとして並べて比較なんかもねやれればと思っていますので、そういう比較レポート見たいぜという方はぜひいいねボタンで応援していただけると、いいねが多かったら早めにレポートにしたいと思います。これからもねスバルの車もどんどんレポートしていきますので、スバリストの方、応援していただければね、他のこんな車が見たいとか、改めてレボーグが見たいとか、アウトバックが見たいとか、ご要望がありましたら、試乗車とかね、広報車借りてレポートしたいと思いますので、ぜひコメントいただければと思います。
車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューブはワンソクチューブ、次回もお楽しみに。